こんにちは、日野です。今日は2023年の9月の18日になります。今日は、祝日です。祝日なんですけれども、店はやっておりまして、仕事をしております。仕事というか、のんびりとやっておりますけれども、昨日はですね、日曜日で休みだったので、久しぶりにちょっと映画を見てきました。で、次女が見たいって言ってた映画がありまして、夜が明けたら君に会いに、夜が明ける前に君に会いに行くだったと思うんですけれども、今ちょっと必死に覚えてですね、夜が明ける前に君に会いに行くだったと思うんですけれども、必死に覚えまして、多分それで合ってると思うんですけれども、作者はちょっとね、言えないですね。わからないというか、なんかわからないんですけども、その方が書いた、その方というか作家さんが書いた原作がありまして、それを、次女が文庫で持ってて、それを読んでね、よかったみたいで、この映画化されるということで、今回で見に行きますということで、見に行きたいということで、昨日行ってきました。ジョージはちょっと別のところに、旅行というか日帰りで出かけておりましたので、家族3人で行ってきたんですけれども、久しぶりに映画館で見るっていうのはやっぱり集中して見れるのでいいなと思いますけれども、作品自体もですね、僕はもう全くその前情報を全く知らずに見に行ったんですけれども、楽しめましたね。で、青春ものというか学園ものではあるんですけれども、マスク社会で今こうマスクがね、外せないという人もやっぱり中高生とかでいるみたいなんですけれども、その前に書かれた、コロナ前に書かれた作品で、マスクが外せない女の子がいて、で、その子の話になってくるんですけれども、個人的にはね、なかなかこう爽やかな青春映画という感じで良かったなと思うんですけれども、女性の監督さんで、この方もまだ30代ぐらいの結構若い監督さんなんですけれども、名前が出てこないというか、坂井舞さんですかね。坂井舞さんという方で、まだ本当に可愛らしいというか、お若い方でしたね。その YouTube でちょっと見てみたら、で、その方の作品ということで、で、妻が、K-POP が好きというかね、K-POP ではないんですけれども、JO1 っていうね、その日本人がやっている K-POP みたいな、グループがあるんですけれども、その JO1 っていうのもよく聞いてるみたいで、その JO1 のグループのメンバーの一人が男性の主人公で出ていると。で、主題歌も JO1 の曲だっていうことで、ね、曲がエンディングテーマで流れたんですけど、作品とマッチしてて非常に僕は良かったなと思いますね。そういうのがありまして、昨日はちょっとゆっくり、ね、見てきました。で、言いたいことも言えないっていうことで、こう人前ではマスクをするようになっちゃったっていう子で、でそれが本心をね、こう出していったり、その男の子によってちょっとこう人生が変わっていくっていうような話ですね。原作もありましたので、それ Kindle Unlimited で読めるので、ちょっと読んでみようかなというふうに思っております。そんなことがありまして、話はまた変わりますけれども、今ちょっとね、こういろんな学びをしているということで言っておりますけれども、今年は来年にかけては本当にいろんな学びをしていきたいなというふうに思っています。で、筋トレについてもちょっとね、いくつか、こう、オンライン上での学びをしていまして、それもね、ちゃんとやっていきたい。とにかくもう体を動かすっていうことですよね。これが重要じゃないかなと思うので、体を動かしていく。一日、本当に10分でもいいので、で、小さなステップから始めるっていうのが一番続くと思うんですよね。何でもそうなんですけれども、1時間頑張ってね、筋トレするとか30分とかっていうなっちゃうとなかなか続かないんですけれども、もう本当に
スローステップというかベビーステップっていうように、本当にちょっとかな、腕立てを10回だけやるとかね、10回でも最低やるとかみたいな感じで、あるいはスクワットを30回やるとか、そんな感じで、とにかく継続していこうかなというふうに今は思っています。でどうやったら効率よくできるのかなっていうのも、探りながらしているんですけれども、まあ、それはね、いろいろやっていく中で徐々にこう構築していけばいいかなということでしているところですね。だから、まあ、筋肉をしっかりつけようと思うと、やっぱり体重はですね、60前後は必要かなというふうに思いますね。今ちょうど60弱か60ちょっと超えるぐらいっていうことで、以前に比べるとちょっと体重は増えてきているんですけれども、まあ、その分筋肉の方は増えていますので、それはそれでいいのかなと、まあ、もうちょっと絞りたいなっていうのもあるんですけれども、そのあたりをですね、ちょっと自分なりにいろいろとねやってみて続けていこうかなというふうに思っております。ですからできるだけ続けるということ、継続っていうことをとにかくメインにしていければというふうに思っています。ということで今回ですね、以上になります。ありがとうございます。